は2017年11月16日ですアルテピアッタビバイの式11月ということで写真を撮らせていただきました雪が降ってまいりました昨日雪が降りまして今日の朝積もっておりました気温は夜の間はマイナスになったと思うんですが今はちょうど0度の状況です 車の方でアイドリングしまして車中泊をいたしました燃料計はちょうど見て取れた通おり大体10時間アイドリングして、まあ、あのそこそこその分減ってるなというふうに見て取れました、まあ、若干ちょっとアイドリングの計算をしてみたんです えーまあ、どのぐらいの量、うんまあ、エンジンの回転数、まあ、RPM なんですけども、あの回転量ですね、えー、どのぐらいかなと思いまして、ちょっと計算してみたんです、えー、私の車は、まあ、1500回転で誤速ギアに入りますと 50km のスピードが出ます、まあ、50km で仮に10時間走ったとしますと 500km。 1500、えーまあ、回転で、えー、回りますので、これが1分間ですので、1時間にしますと、えー、9万回転、えー、かける10時間で、えー、90万回転数で,、えー、ですね、えーまああのー、500キロ、トップギアで5速で500キロ走りますと、90万回転、エンジンがぐる,ぐる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 回りますということです、じゃあ、アイドリングではどうでしょうかということで、えー、ちょっと計算したんですが、アイドリングは650回転です。 えーまあ、かける、えー、60分、うん、でこれでまあ1時間かける、えー、10時間で、えー、39万回転数ということです、まあ、そうしますとだいたい車で、まああのー、200キロぐらいトップギアで走った分の、えー、エンジンのぐるぐる,ぐる,ぐる回る回転数でないかなというふうに、えー、思いました、まあ、なぜ、えー、このようなことをやったかといいますと まあ、あの実はあの日産の方からあの手紙が来ました、えーまあ、この中にはあの、まあ、日産のプリンス、まあ、レッドステージなんですけども、まあ、新しい機械を導入しました。 その機械はスラッジライナーというものでエンジン内部を丸焼いしますということです。まあ通常のオイル交換では従来の方法では落とせきれなかったものを汚れをきれいにいたしますということで特におすすめなのが走行機能の長い車、街乗り、ちょい乗りのとか高速対応する車ということです。まあこういうスラッジライナーという機械を新しく導入しましたのでこれをやっていただくと通常1万2000円のところを特別料金で1万円にしますよ この機械の使用量と、えー、オイル、それとエレメントの料金を含んで、えー、1万円ですので、えー、どうでしょうか、来ませんかということの案内が来たので、えー、今、一生懸命、えー、どうしようかなという,ふうに、えー、考えるところです、まあ、こんなこともあって、えーまあ、車中泊でエンジン回しているとどのぐらいの距離を走ったことになるのかな、その分はプラスしなきゃいけないのかなと。いう,ふうに、 思ってちょっと計算してみました。またまあニュースであのご存知の通り日産自動車の車検の不正ということでまた改めてあの案内がありました。 あのまあ、すぐそのリコールということで受けていただければあの次回の車検の時の5000円の割引券のクーポン券を差し上げますよというのが一つ、それと次回の車検までこのままお待ちいただけるのであれば、まあ、車検料はただにいたしますよ、手数料はです、ねまあ、ただにいたしますよという案内で、まあ、どちらにしますかっていうことを言われましたのであ、じゃあ次回の車検まで頑張りますので、ただにしてくださいということを申し出ました。えー えーまああのー、車の方もすべて、あのー、4本スタッドレスにいたしました、えー、まだおもりは積んでないんですけれども、えー、これから少し雪が固まってきましたら、えー、後ろの方に80キロのコンクリートの森を積もうかなというふうに思っております、えー、本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました失礼いたします